ご存知でしたか？白髪の改善には腸活がとっても有効なんです。特に若い方、今から取り組んでいただきますと、もう将来変わってきますから、ぜひご覧いただきたいと思います。では早速本題に入ってまいりましょう。まず最初に私とあなたとご一緒に白髪の原因をチェックしていきます。で、その後どのようなものを食べればその白髪を改善することができるのかという美味しいレシピご紹介してまいりますので、ご一緒に進めてまいりましょう。ではまず白髪の原因です。いっぱいあるんですよね。思い当たることありませんか？1つ目、栄養不足です。もちろん栄養がないとその髪の毛作る前に材料がないわけですからダメなわけなんですよね。で、2つ目、睡眠不足です。もうこれもよくありませんよね。では3つ目、ストレスです。もうこのあたりはですね、もう本当に皆様思い当たるのではないかなと思うんですが、やはりストレスがかかってしまいますと、その血行、血流が悪くなる、結果その髪までその栄養がいかずに白髪になってしまうということなんですよね。で、また4つ目、加齢です。もうこれはですね、もう共通ですよね。もう誰だって年を重ねていくわけですから、もうここはですねコントロールできません。また次、遺伝、これもコントロールできないですよね。だっていただいたものですから、大切なお父様お母様、先祖代々ご先祖様から受け継いだものですから、まあ、遺伝と言われてしまうと、ここはね選べないわけです。で、また紫外線、実はね、こう日を浴びすぎてもその頭皮を痛めてしまって白髪になりやすいと言われていますから、いかがですか？この6つの項目のうち、もう3つ以上ある方、やっぱりおそらくね、本当白髪に今悩んでらっしゃるのではないかと思うんですね。で、お伝えしました通り、この加齢と遺伝っていうのはコントロールできませんよね。ただ栄養、睡眠、ストレス、紫外線対策というのはおできになると思うんです。で、またもう本当にこの 1,2,3,4 もですね、やはりこう腸内環境にもやっぱすごく影響を、まあ、及ぼす、まあ、項目なわけですよね。じゃあ一体この白髪の原因を、まあ、どうすればよくなるのかっていうのは、もうもちろんこの逆のことをすればいいわけですよね。栄養をしっかりとって、よく寝て、ストレス発散をして、紫外線対策をするですよ。ただ具体的にどうすればよいのかっていうお話を今からしていきますね。すぐ取り組めますよ。で、その大事な食材を摂る時にですね、ポイントがあるんです。それはメラニン色素を活性させてもらえる食べ物を摂ることなんですよ。で、これはチロシンという、まあ、成分があるんですけれども、このチロシンがメラニン色素をこう活性化してくれる、まあ、成分なわけなんですね。で、このチロシンを多く含んでいる食べ物があるんです。それが大豆製品であったり、チーズであったり。で、これですだけですと栄養がもちろんこう偏ってしまうので、プラスミネラルがたっぷり入った海藻類であったりキノコ類をこうセットで食べていただくのがベストなわけですね。そこで、じゃあ私がですね、この白髪対策どんなことをしているかと言いますと、やっぱりこのメラニン色素を活性化してくれる食べ物を美味しく食べているわけです。そしてプラス、まあ、髪の毛の色ってこう黒ですよね。で、その黒の色をやっぱりその出してくれる食品がやっぱりアントシアニンを多く含んでる食べ物ですから、先ほどお伝えしたチロシンがいっぱい入っている食べ物プラス、そのアントシアニンの色素を使って、まあ、髪を黒くしていくということがポイントになるんですね。なのでこちらです。チロシンとそのアントシアニンが入っているものを食べればいいわけです。そこで私が何を食べているかと言いますと、もうズバリ納豆なんです。あの別動画でもですねお伝えしてます通り、まあ、私美腸活専門家がどんなものを食べているのという動画もアップしてるんですけれども、そこにも必ずやっぱ納豆がね登場してるんですね。で、今回その納豆がそのタンパク質、亜鉛、ビタミン、アミノ酸と、もうこれ全部その髪の毛を作るね、あの材料なんですよ。もうすごく大事で、プラスそのアントシアニン、まあ、黒っぽい色の食材ですよね、多く含むのがこちらです。黒ごまなんですね。あなたもいかがですか？ごま召し上がる時にもし白ごまでいらっしゃるのであれば、もう即ですねこの黒ごまに変えてみてください。
それだけで変わりますので、黒い食材ですね、まあ、今回は黒ごま使いますけれども、まあ、黒豆であったり黒酢であったり、要はこう黒っぽい色の食材を召し上がっていただきますと、アントシアニン、まあ、ブルーベリーとかもそうですよね、入ってますから、まあ、そういったのを積極的に食べてみてくださいねっていうことです。ではここから美味しいレシピご紹介していきたいと思います。こちら納豆のレシピなんです。で、材料は国産の大豆を使った国産納豆1パック、そしてこの黒ごまを、まあ、大体お好みでいいんですけれども、まあ、最低でも小さじ1から2杯、もう私多い時なんかも大さじ1ぐらいいっちゃう時もあるんですけどね、まあ、その時の分量でいいと思います。あと黒酢が小さじ1です。でこちらもお好みでちょっと酸っぱいのがお好きな方はもう小さじ2ぐらい入れてもいいと思うんですよ。結構つゆだくみたいな感じでですね、タレ作っていただいてもいいと思うんです。でまた調味料はですね、塩麹です。私は塩麹を使います。で塩麹ない方はお醤油でもいいと思うんですけども、入れすぎには注意してくださいね。私は塩麹を小さじ1杯入れます。でプラスここで粉チーズも入れるんですよ。あのパルメザンチーズありますよね、生乳とあの食塩だけできてる無添加の粉チーズをかけてぐーっと混ぜてですね、召し上がってみてください。これものすごく美味しいんですね。でプラスその白髪になる原因のもう一つ、あの先ほどお伝えしていないんですけども、あの血行不良です。血行が悪いとやっぱり白髪になってしまうと言われてるんですね。なのでこの納豆ですね、やっぱ最低一口30回から50回よーく噛んでいただきますと、この頭皮も一緒にですね筋肉を使うことができますから、しっかりとその頭皮の血流もアップして白髪改善にですねつながりますから、もうぜひぜひチャレンジしてみてください。美味しく食べながらチャレンジですよ。まずは納豆レシピ、この内容の納豆を最低30回から50回一口ごとにしっかり召し上がっていただくということを毎日続けてみてください。で結果私がどうなったかと言いますとですね、あの一時期白髪が溢れたなと思った時があったんですね。でこれを続けましたら、最近あの行きつけの素敵な美容師さんから、先生なんか最近白髪目立たなくなってきましたねっていうね、嬉しいお言葉いただいたんですよ。もっと嬉しかったです。でこう自分自身でも、あなんかこう分け目、こうヘアスタイル作る時にもですね、あなんか前こう目立ってたのが目立たなくなってきたなって思うことが増えてきました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法を、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたがもうとにかく健康的で綺麗に痩せる、しかもリバウンドがないということをそのお伝えしていきたいわけなんですね。ですのでぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。